ロビンマスクのさ、鉄仮面、マスク、いや、すげえな、ロビンマスクのケッケッケーって、こう、アトランティスのさ、おー、めっちゃかっこいい。再現できるね、これ手出して、内側からね。ロビンマスク、マスクもあってさ、このベアクロー。ウォーズマンのあの、ベアクローもある奇跡。やばくない？そしてね、スグルのマスクもあるんだけどさ、これ、よーく見るとね、ここにダメージがあって、やられとれウォーズマンのベアクローシャーベアクローもしかもあるからね。ベアクロー。あとこれバッファローマンのロングホーンもあって、超獣オリンピックチャンピオンベルティーもあってね。これあのガシャポンコレクションのさ、ワンピースのやつがいろいろ出て、筋肉マンのも出て、ついに、筋肉スグルマスク、ロビンマスクのマスク、鉄仮面でウォーズマンのベアクローに、ロングホーンにベルトっつ、最強のラインナップ。いや、このベアクローのラインナップマジで嬉しかった。ベアクロー。もうベアクローちょっとラストの、いや、ちょ、まずスグルから見ようか。スグル。だから、こう、棒を立てる棒と、で、この台座があって、あ、台座にセッティングするところはないから、多分置くだけだね。筋肉マンって書いてる。台座もちゃんとね、名前入りの、ほら、筋肉マン。おー、すげえ。ここ止める場所、あ、なんか装飾も、ちょっとわかりにくいけどね、装飾もあるね、ちゃんとね、この台座の装飾があって。そして、リングに、ダッドルダッドルダウ、稲妻走り、破けてる、スグルのマスク、ドゥルドゥルドゥル、すげえ、スグルのマスクだ。ウォーズマンとの戦いを、おお、指に入るぞ。ウォーズマンとの戦いを思い出せ、これ。あ、これでも一応飾れんだわ。台座おまけみたいなもんか。一応ここに台座があるから、ほら。で、台座の台座にセッティングするわけだ。さっきの赤いやつ。まずこう刺して、ほら。こういう風に刺して、で、ボールジョイントを奥、あそこだね。刺し、ここに。おー、できたぞー。これでもう飾れるわけで。しかし、台座もある、台座の台座があるんだよ。こうやってね。筋肉マンである。すげー。やっぱ改めて見るとすごいタラコクチュールだよ、これ。タラコクチュールレベルマックスみたいな。すごいな、かっこいい。でもこれがかっこいいんだよね。筋肉すぐれ。すげー、マスク、あのマスクだよ。これ手に入るなんて嬉しくない？肉って書いてあってね。髪の毛出したいね。まあ、ウォーズマンとの戦いの後に脱いだみたいな。もっとなんか、こう、目ん玉のとこまで行ってたよね。あんなね。この辺、ここ別の戦いのあれかな。でもやっぱマスクの破れてたウォーズマンなんだよね。俺の中で。まあね。やっぱウォーズマンとのバトル。やっぱこの辺まで来てくれてたらよかったけど、目ん玉この辺ぐらいまでえぐれてたような気がするな。あの、すごい戦いだったもんな、ベアクロー、ウォーズマン。ウォーズマンね、いろいろ驚かされたような、でもな、髭剃ってたり、と思いきや顔、かぱってたメカだったりね、お前髭どこ剃ってたんだっていうな。そしてお次がね、うわ、いい。ベルト。ちゃんとなんかちょっと柔らかい素材できてるね。おお、かっこいい。これ、超人オリンピックのベルト。これも飾れるんだぜ、題材。まあ、置くだけだけどね。セットする場所はないので、置くだけっつね。なんか、ね、今、100均にね、こう、滑るやつをね、止める、なんか、下にセッティングするテープみたいなの売ってるから、それ買ってきて乗せてもいいかも。あれ、ちょっと買ってこようかな。売っててね、気になったんだけど、買わなかったんだよね。あれ、買えばよかった。ここで使えるわ。あの、筋肉マンの下台座にペタってつけて、こうね、固定することができるから、今度買ってくるわ。買ってきて固定してみるか、これ。チャンピオンベルト。こう、ツルツル落ちなくなるからね。あれで固定したらね。いや、ベルトもいい感じで作られてるわ。もう正直、これもう俺の中でもう、ロングホーンだぜ！バッファローマンのロングホーン！うわ、ドゥシューハリケーンミキサー！おお持ってるだけでパワーにみなぎる感じしない。パワーみなぎりそうだよね。バッファローマンのパワーを、我が手に、ロングホーンで、このロングホーンはね、大豆があって、10日みたいなね、刀を飾る10日みたいな感じの、おお角化ですよ。これはいいよ。もうこれだけでも、おお、すげえ。バッファローマンの角を飾れる感動と興奮。これは嬉しいね。バッファローマンの角だよ。これを飾れ、ちょ、またそっと置いて。これだけでも飾れるんだけど、台座の台座があるからね、これね。めちゃめちゃかっこいい。ダダン、バッファローマン。すごいすごいすごい。これ半端ね、これ。これ半端。うわー、これはたまらんねー。これはたまらんねー、バッファローマンの角。ただやっぱね、固定するやつが欲しい。これ。滑るから、ちょっとテープ買ってくるわ。テープ。あの、100均のって、それがね、瞬間接着剤でいっちゃってもいいかもしれない、これ。まっすぐ飛べる自信がある人は。
止めても全然 OK。 ここさえ止まればあとはもう角置くだけだから、ロングホーンね、こんな感じでセッティングできますよと。めっちゃかっこいいね、バッファローマのロングホーン。これは飾ったことが筋トレの励みになるわ。バッファローマみたいなガタになるんだっつね、トレーニングの前にこれを見て。つうかさ、これなんか穴開けてさ、ネックレスとかにしてもいいね。お前何つけてんだこれ、これ ロングホーンつって、バッファローマの角つってさ、パワーの源つって、これつけたらかっこいいんじゃないかな。バッファローマのさ、角ネックレスが発売、これ、ピアスにしてもいいんじゃない、ちょっと重いけど。バッファローマのこう、あ似合う似合う似合う、めっちゃいいめっちゃいい、耳に、これ耳にさ、こっちピアスにして、バッファローマンの、して、1000万パワー。最高の商品だと思ってたけどさ、見た時からネットの画像でも、実際開けてみたらもう神だったわ。神商品、神アイテム。これはね、もう筋肉マンパワー絶対ゲットするしかないね。クオリティ、ただちょっと、さっきも言ったけど、滑るから、そこだけかな。そこだけ。ちょっともうちょっとカチッて止めるところが欲しかったのかな。まあそこはテープで。止めたり、接着剤で止めたりね、してもいいかなと思う。ただ、ツルツル滑るのが嫌だな。ちょっとした振動で滑るから。めちゃくちゃちょっとね、安定感がないんだよね。で、いや、超人指定コンビが残ったわけですよ。でもやっぱ、ちょっと、ケッケッケーアトランティスのね、ロビン・マスがさ、最初ね、上がってくると思うじゃん。ケッケッケーザバーってこう来たと思ったらさ、ケッケッケーケッケッケー、あの勢いですよ。ロビン・マスの、でっかめ。うわぁ、すげぇ。まあ、ロビンのマスクをこうゲットできるだけでマジで嬉しいよね。あのロビンマスクのマスクを。かっこいいなぁ、ロビンのマスク。しかもアニメカラーのブルーっていうのがいいね。俺アニメカラーのブルーのロビン大好きなんだよね。アニメカラーのブルーロビンマスク。すげぇ、かっこいいなぁ。まあ、銀もかっこいいけどね、シルバーの。めちゃめちゃいいけど、やっぱブルー、俺アニメから見てたからさ、筋肉マン。漫画はね、後から読んだから、アニメの後に読んだからさ、ちょっとこれはね、やっぱ、青いマスクにしてくれてるのはすごい嬉しいかなと思う。個人的にはね、アニメロビンファンは、ちょっと嬉しいよ、これ。で、さっきのスグルのマスクと同じで、ボールジョイントのところにこう刺して、このようにね、これだけでも飾れると。おー、しかし台座の台座がね、ちゃんとロビンマスクって書いてるからね、ロビンマスク、シャオー。おー、かっこいい。名前がくる、ロビンマスク。すげえな。生かすぜ、ロビン。とっぽーえ、マジもうここで終わっていいレベルだよね。まだベアクローある奇跡なんだけど。すげえケケケじゃんビーロビンマスクのマスクをこう飾って、ディスプレイして楽しめる感動の5分のガチャ。いや、これはほんとしかもクオリティが高いね。でかいし。ほんとマジでさ、ベアクローゲットできると思うこれ。ベアクロー、カチャってこうはめるんで、モーズマンがね、カチャ、あのシーン思い出す。うわぁ、すげえ。ベアクローが鋭く光り、ダメシャイーすげえ。ベアクローだやばい、見て、ベア、カチャ、カチャ、はめたくなるね、ベアクロー、すげえかっけえ。うわぁ、でも尖ってないから全然痛くないね。痛くない。これ本物は尖ってんだもんね。しかも2メートル超えの巨体がこれで襲ってくんだろう。すげえな、すぐるよく勝てたわ。すげえな、すぐる。ベアクロ、これがね、ウォーズマンのベアクロ。一番欲しかったやつ、今回のね。メインディッシュのメインディッシュ。ベアクロであれ。ここ本当の鉄の棒に変えてもかっこいいかもね。ここ、抜いて、引っこ抜いてさ、鉄の棒スポスポスポ入れて、ベアクロ、本物リアル傷バージョンみたいな。おー、かっこいい。しかも、でかいよね、大きさね、これね。こんぐらいあるんだよ、ベアクロー。すごくない?このでかさ。で、ベアクローももちろんのことながら、ただ滑るんだわ。いや、テープ買えばよかったな。あれ、使えそうだなと思ったの。ウォーズマンでると。これくっつけるわけにもいかんし、やっぱテープだな。あの、100均のテープに、かけるしかない。おー、こう飾ってもいいね。あ、これでもかっこいいんじゃない?おー、ウォーズマン!ベアクロー!超いい、超いい。これが欲しかったんだ、ベアクロー。ということで、ちょっと全部並べてみる。いや、もうね、もう何も言うことないわ。もうただただ拍手を送りたい。見て、このクオリティ。ロビンと、ジェントルハリケーン、かっこいい。で、バッファローマのロングホーンでしょ。で、スグルの破けてるマスク。
うわ、もうマジパロスペ、パロスペ、パロスペ。で、超人オリンピックのベルト、そしてドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン。これは、やばいな。ベアクローだぜ。うわぁ、マジでしょ。ロボットでもない、超人でもない。あの歌悲しいよね。ウォーズマンのテーマソングで、ね。ロボットでもない、超人でもない。悲しみがリュグにこぼれ落ちる愛を知らずに夢にはぐれてああドゥルドゥルルロンリーナイト。おお、ボーズマンの切なさが伝わってくるぜ。めっちゃかっこいい。ということで今回のあの筋肉マンのねガチャポンコレクション、ガチャポンコレクション、ウォーズマン、ロビンマスク、バッファローマン、ベルトに優る、この全部で5種類のね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、もうこれマジでかっこいいから、でかいしね、しかもね。しかも、ただでかいだけじゃなくて、クオリティ低くないから、たまにペイント汚ねえとかさ、造形適当とか、ちゃっちい感じするやつあるんだけど、全然全然。ベルトはもうちょっとリペイントしてさ、あそこちょっと黒く、溝に黒流して、もっと浮き彫らせればかなりかっこよくなると思うし。いや、いい感じだね。これは、めちゃめちゃ楽しい。第2弾も楽しみだな。筋肉マンもガチャポンコレクションのね、開封レビュー動画でした。これ、おすすめだから、ぜひね、みんなもゲットしてみて。特にね、ウォーズマン。まあ、ウォーズマン、これ横置きの方がいいのかな？でも、縦置きの方がかっこいいよね。ダーンって。ねえ。横置きだったらさ、このバッファローマンみたいになんかこう、台座の台座が欲しかったね。台座の台座っていうか、この、まあ、台座台座が欲しかったよね。ベルトもさ、台座の台座高く飾りたいから欲しかったかもな。直置きじゃなくて。ウォーズはもう直置きじゃなくてさ、台座の台座欲しかったよね、これね。うん、そう言われてみればね。そう言われてみればだけど。いや、でもあれでもかっこいいわ。やっぱ立てた方がいいな。ちょっと横にしてみるよ、最後に。いやー、横にしてもいいな。ちょっと待ってくれ。いやー、横にしてもいいな。どうしよう、迷ってきた。迷ってきたな。まあ、どっちでも自分の好きな、好みな方でね。ディスプレイするのが一番いいか。で、ちょっと迷うね。いや、これどっちでしょ、横か縦か、ちょっと悩むけど、まあまあいいや。とりあえず、これで終わりにします。それではまた次回第2弾のね、筋肉マンのガシャポンコレクションでお会いしましょう。最高のね、ゴシだったね。すぐる、すぐる。すぐるのこれ破けてるのがいいよなぁ。で、ロビンと、で、ウォーズマン。最高だったな、バッファローマン。バッファローマンまずピアスとかネックレス出してほしいね。力みなぎりそう勝ち。さ、ピアスつけたいな、あれ。バッファローマンのピアス、ロングホーンのピアス、マジパワーみなぎりそうじゃね？これはかっこいいわー。めちゃめちゃ活かすね。ロングホーン。これだけでかっこいいもんね。これだけでかっこいいってすごくない？これだけでも全身が思い出されるが、すげえ、いや、かっこいいな、ロングホーン。今回これな、隠れナンバーワンかもしんねえな。ハリケーンミックス、おーめっちゃかっけえ、これ。隠れシークレット SEC だわ。バッファローマンの角、めっちゃかっこいい。